私たち被災地の希望のハーモニー、幸せ運べるように。指揮は臼井誠先生です。点灯セレモニーに移らせていただきます。1995年1月17日の阪神・淡路大震災によって亡くなられた方々の鎮魂と、神戸復興への夢と希望を託す光として灯されました。